どうもなおちんです。スパイファミリーやっていきます。よろしくお願いします。さあ、全クリをしまして、絵日記が 100% になりました。絵日記は 100% ですけども、まだね、メモリーは 81%、 もう少しかかりますね。で、 100% になりましたら、これが追加されました。それがですね、ショップですね。ショップの帽子のこれ、クラウンシリーズですね。頭に乗っける王冠なんですけども、まあこれは見た目装備ですね。特殊能力なんかは特にありません。それプラスもう一つ追加されて、これ金ピーナッツの髪飾りです。これが、唯一の能力ですね。撮影回数がプラス1回増加、まあ、ちょっと見にくいやつなんですけども、こんな感じの髪飾りが、出ます。3000円、結構高いっすね。そしてコスチュームですね。クリア報酬でいくつか追加されます。まずアーニャですけども、ゴールドスーツ、そしてアクセサリーのゴールドサングラスに帽子の、ゴールドハットですね。もう完全に金ピカになります。で、ロイドも同じくゴールド系が追加されます。もう完全に金ピカですね。はい。で、ヨルさんももちろん、ゴールドが追加されていきます。こんな感じですね。そして残念ながらボンドには何も追加されませんでした。ボンドにも何か追加してほしかったけどな。そしてもう一つ嬉しいクリア報酬が、ひらめきポイントが2倍になるっていうところですね。ひらめきポイントはなかなか貯めるの難しかったんですけども、クリア後には2倍入るようになりますので、ミニゲームがやり放題になります。まだね、クリアしてないの結構あるんで、この後それをクリアしていくっていう感じですね。そして福引きですけども、全然終わってません。ほぼやってないんですよね。福引きはおそらくクリア後にやった方がいいと思います。最初の方は福引きが当たる確率が上がる装備ってあんまりないんですけども、まあクリアする頃には結構揃ってるので、その確率を上げてやった方がいいんじゃないかなと思います。まあとにかくそれもコンプリートして動画を出したいと思います。はい、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。